朝鮮総督、斉藤実と、元旦廃芽式に臨む委員得意。1931年委員得意は、李氏朝鮮末期から日本統治時代の朝鮮の政治家。朝鮮貴族、準州の州都にあたる解放府委員君、委員澤江の2位。愛官帝国首相、委員広自の孫。自重委員利用職省自主長、朝鮮総督府中枢委員顧問、貴族委員議員。 高所20年に、式年文下に、陛下で合格した後は、軽気道及び、公会道の観察士や、鉄道院副総裁等を歴任した。名の巡査だった加号が、皇号に作法された、翌年の竜広氏2年には、自重委員教に任命された。竜広氏4年の日韓併合条約締結の際には、弟の伊沢や便平と共に、構想を説得するなど、 条約締結に尽力したことにより、10月16日に朝鮮貴族として死者区に列せられた。併合後は、利用植産侍、昭治市長、朝鮮総督府中水院顧問、慶学院をお下げ学、王公族審議官、貴族院議員を務めたほか、晩年の昭和15年には中水院副議長に任命された。1938年には、朝日大受賞を受けた。 2002年に発表された新日派708人名簿と2005年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に借位を執着した洋マゴコの隠居牢とと共に選定された2007年に新日反民族行為者財産調査委員会は委員特委が所有していた土地を国家に帰属させる決定を下した ありがとうございます。